神奈川中央交通茅ヶ崎営業所。神奈川中央交通茅ヶ崎営業所は、神奈川県茅ヶ崎市から4丁目1の15に位置する、神奈川中央交通の営業所の一つである。営業所の略号は、地、最寄りバス停留所は、神奈中営業所前。神奈川県茅ヶ崎市や高座郡寒川町、藤沢市の一部を、主に管轄する、GPS による、 バスロケーションシステムが導入されている。茅ヶ崎駅、北口、南口を発着点として、主に市内に点在する大規模団地や住宅地を結ぶ路線がメインとなる。その他には、茅ヶ崎駅辻堂駅、北口、南口や藤沢駅、小田急江ノ島線湘南台駅、相模線寒川駅南口を結ぶ路線もある。これ以外には、茅ヶ崎市、コミュニティバス、 エボシ号を管轄する。なお、茅ヶ崎市内でも神奈川県道45号、丸子中山茅ヶ崎千円線には、東営業所の路線がない。これは、寒川町西端の上川橋の先、相模川の対岸に、平塚営業所、田村総社所があり、寒川駅への改装距離が短く、平塚営業所担当になっているためである。市内各所にある、 大規模団地や住宅地への路線が多い。茅ヶ崎駅と藤沢市西部、一部茅ヶ崎市に広がる湘南ライフタウン方面へ向かい、小田急江ノ島線の湘南台駅へ向かう路線。両系統ともに以前は、綾瀬営業所と共感であった。茅ヶ崎駅、大辻交差点までの同一経路、その他や霊山は直進し、丸山大辻滝の沢小学校前を経由し、 湘南ライフタウンのバスターミナルに入る。一方、小11は、大辻交差点を左折し、小で一本松を経由しや向き北信号を左折、遠藤中原遠藤を経由して、湘南台駅西口に向かう。大辻小で一本松。遠藤中原湘南台駅西口で、藤沢営業所管轄の富士39度1経路を、大辻小で一本松。湘南ライフタウンは、 綾瀬営業所管轄の省17と、遠藤湘南大駅西口では同じく、綾瀬営業所の十19、二23から26等と同一経路をそれぞれ走行する。なお、綾瀬管轄の湘南大駅西口から、北警察署前を通る路線及び藤沢管轄の富士39と同じく、湘南大駅発の便に限り、遠行へ庭を経由する。 両系統ともに湘南ライフタウンバス停を発着するが、茅やれさんは、湘南ライフタウンバスターミナル発着に対して、湘11系統は少し離れた県道上に、バス停、藤沢管轄の富士39や綾瀬管轄の湘17が使用するがあり、利用時には注意を要する。本数は、双方ともに、 毎時一本ずつの運行が基本となるが、かや03は一部運行されない、時間帯がある。また、茅ヶ崎駅小いで二本松間で、後日のかや50が並行する。茅ヶ崎駅から市立病院、室田地区へ向かう路線。かや14は、循環運転で、一部の便は、市立病院を経由しない。茅ヶ崎駅から、北東方面にある鶴が、大団地や小風台。 さらにその北側に近年造成、開発された湘南水木方面へ向かう路線群。メインはカヤ十五で、日中は毎時2から3本運行で、その間を埋める形で、カヤ十七とカヤ十九循環便が、毎時1本程度の運行、平日朝の袋と夕方夜間は多少増便になる。カヤ十九のうち夜間の数便が、 湘南水木西方北漁高校前と循環して2度目の湘南水木止まりで運行される。かや81は茅ヶ崎駅から鶴が大団地を経由して小風台まで運行される路線で平日土曜日の深夜バスとして3便設定される。またかや15も平日土曜日往路に1便、深夜バスの設定がある。茅ヶ崎市北部の堤、小出方面を経由し、 文京大学へ向かう路線。茅ヶ崎駅から文京大学へのアクセスのほか、この方面の主力となる路線でもある。茅ヶ崎駅小いで2本松間で、かや03と小11と同一経路を走行する。通学時間帯以外は、毎時2から4本程度の運行がある。なお、茅ヶ崎駅では通常は1番乗り場から発車するが、 平日土曜の千ヶ崎駅発8時30分9時発の瓶のみ7番乗り場から発車するので注意が必要である。た。か31系統は案内上松尾、浜見平団地周りと案内される。浜見平団地周辺の経路が両系統で異なり、茅や31松尾循環は、東海道線を潜ると右折し、松尾入口柳島浜見平団地、団地北口と、 半時計回りに循環してきたルートを戻る。一方、かや35浜見平団地域は、東海道線を潜ると直進し、団地北口浜見平団地の経路、かや31とは逆回りを取る。なお、茅ヶ崎駅浜見平団地の路線は、後日の南口発着のかや33と、かや37もある。 かや35の往路に深夜バスが平日土曜日に3便ずつ運行される。茅ヶ崎駅から萩園地区を経由、寒川駅近くを通り、寒川町の小屋とを結ぶ路線。両系統の違いはかや41は国道1号を今宿まで進み右折し北上するが、かや45は後日のかや48、古川巡環や寒川駅南口方面の系統と同じく、 小江寺駅から鶴嶺小学校を経由し、辻東先の交差点を右折し北上する。萩園辻井北は、この2系統の運行となり、萩園地区及び寒川町の田端地区東部のアクセスを担う。また、寒川駅入口北の区間も独自区間を走行する。かつてこの方面の路線は長距離を運行するものが多く、茅ヶ崎駅または、 平塚駅はぎそのサム、川十字路をたりをそこを、ヨダを経由し、ヨ田ダ車庫、綾瀬車庫や遠く、桜ヶ丘駅や相模谷駅まで行ったるしていたが、相次ぐ、長距離路線の削減及び整理で次第に距離が短くなり、まず、桜ヶ丘駅、相模谷駅線が廃止されて、綾瀬車庫便とおたり便に、整理、ついで渋滞による遅延も重なり、綾瀬車庫便も、短縮さ、 現在の運行形態となる。なお、上記の路線廃止に伴い、小谷から先、隣の川宇ウ号バス停までの間は、カンナ中の一般路線が途切れている。メインはカヤ45で、朝夕30から40分ごと、日中60分ごとの運行である。カヤ41は、早朝夜間に、平日3往復、土曜日2往復、休日1往復の運行のみである。 茅ヶ崎市西部の鶴麗小学校と古川を通り、産業道路を左折、中島を左折し、国道1号を通り、茅ヶ崎駅へ戻る循環路線。途中辻東まで、前述のか四45系統と、古川まで、後述のか五52から54系統と、今宿から平塚担当の茅や06、町屋から、浜見平団地からの三十31、35系統と、 それぞれ並行し、保管する。本数は平日朝のみ多めの運行があるたは、毎時1から2本の運行となる。千賀ヶ崎駅から、鶴嶺小学校、古川を経由し、産業道路を右折、寒川町南西部を経由し、かや52と、かや53は、産業道路をひたすら北上し、かや53は、相模線ガードの手前を右折。 寒川駅南口近接のバスロータリーに発着する。カヤ54は西の谷先を左折し、寒川工業団地や和ずゆ地区を経由し、産業道路に戻り、カヤ53と同一経路で寒川駅南口へ至る。カヤ53とカヤ54が中心のダイヤでおおむね交互に運転され、平日朝はおおむね10分間隔。 日中は、おおむね毎時3から4本、おおむね15から20分ごと、夕方時間帯は、毎時4本程度の運行。かや52は、朝の千ヶ崎駅行きと夜間の西和幸宮き行きが、運転される。かつてこの系統群はすべて西和幸宮き泊まりの、運行であったが、2004年1月5日に旧かや51を、寒川駅南口へ延伸しかや54に、 系統番号を変更、かや51は廃止、同時にかや52を延伸する形で、かや53を開業させる。なお、寒川駅南口から、茅ヶ崎駅への路線は、他に、平塚営業所担当の延増経由のかや25系統、茅ヶ崎駅延増寒川駅南口と、かや26系統、茅ヶ崎駅延増寒川駅南口北方。 文京大学があり、こちらの方が所要時間が短い。茅ヶ崎駅から国道1号を経由し、辻堂駅北口、藤沢駅を結ぶ路線で、かつて存在した藤霊号系統、藤沢駅羽鳥大オア茅ヶ崎駅今宿、平塚駅の区間便でもある。以前は、藤沢駅便の方が本数があったが、渋滞による遅延が多発し折り返し便にまで影響を、 受けるようになったため、徐々に、茅ヶ崎駅に津谷間を、辻礼一に振り替え、四ツ谷藤沢駅北口間は、藤沢営業所担当の富士12、富士13、市民病院経由が存在し、代替が可能なため、結果ほとんどの便が、辻礼一に短縮される形となる。また、辻礼一系統は、以前辻道駅北口羽鳥一丁目からに津谷の、経路で運行されていたが、 辻堂駅北口周辺の再開発に伴う、新しい道路の開通に合わせ、辻堂駅北口館大公園前、新設道路2つの経路に変更した。現在は、辻礼1が、おおむね20から30分に1本、辻礼07が2時間に1本程度の運行。藤沢市民病院への通院客向けに、辻士08が平日午前中に3往復。 富士霊7の一部便を振り返る形で運行される。往復の経路が一部異なる、富士沢営業所管轄の富士銃と同一経路を走行する。なお、辻霊1は平日茅ヶ崎駅行きに深夜バスの運行がある。茅ヶ崎駅から私立病院を通り、国道1号北側の松林地区を回り、東大和田で国道1号と交差、辻堂駅、西口、 北北口を経由し、藤沢営業所の鉱山車庫と藤沢駅北口に至る路線。途中経路に細い道路が点在するため、全便中型車での運行。以前は、辻礼後、私立病院松林東尾和田辻道駅という路線であったが、茅ヶ崎口を茅ヶ崎駅へ、辻道口を高山車庫、さらに藤沢駅へ延伸し、現在の路線となる。 本数は多くなく、約40から50分に1本の運行。辻08は、途中の私立病院泊まりで、入庫便に当たる。毎日2本のみの運行だったが、2018年3月17日の、ダイヤ改正で平日夜の私立病院方向に4本のみ、運行されるようになった。富士十一は二千十八年三月十七日より、辻0九を、高山車庫から、 藤沢駅北口まで延伸し、高山車庫新名町藤沢駅北口は、藤沢営業所管轄の棟例1を保管する。辻堂駅北口では前日の辻例1系統とは異なり、バスターミナルには入らず、線路沿いのバス停に停車し、乗降を行う。茅ヶ崎駅海側の住宅地の循環路線や、市の南西部にある、浜見平団地へ向かう路線。 市の南東部の若松町、ひばりが丘、浜竹地区や藤沢市内の辻堂団地を経由して、辻堂駅南口へ向かう路線もある。茅ヶ崎駅南口から東海岸地区を循環する系統で、おおむね毎時2から3本運行される。茅ヶ崎駅南口から平和町を経由して、辻堂駅南口へ向かう路線。途中藤見町の先で、辻入れには右折し、 辻堂団地、浜見山を経由、辻十三は左折し、浜竹、辻堂駅、西口、南を経由、浜竹、辻堂駅、南口観光術の辻十二と同一経路する。本数は辻十三の方が多く、平日朝が15分ごとの運行、その他は、毎時2から3本の運行本数であるが、辻0二との間隔調整のためか40分程度間隔が開く。 時間帯もある。辻入れには、毎時1から2本の運行本数、茅ヶ崎駅南口から若松町を経由して、辻堂駅南口へ向かう路線。辻堂口の浜竹辻堂駅南口間は、前述の辻13と合わせて、毎時5本以上の高頻度運行を行う。茅ヶ崎駅南口周辺で、往復の経路が異なる。終日利用客が多い。 千ヶ崎駅南口から、浜見平団地へ向かう、路線群。茅三33は案内上中海岸、浜見平団地、松尾巡環とされる。浜見平団地付近で巡環経路は、前日の茅三31、松尾巡環とは逆に、浜見平団地柳島松尾入口、団地北口の順に時計回りに走行後、千ヶ崎駅南口へ向かう。朝方の一部便に、 浜見平ダ団地始発便が、夕方以降に、浜見平ダ団地松尾入り口と、周り団地北口止まりの便が設定される。かや37は途中茅ヶ崎駅入り口まで、前述のかや09と同一経路を走行、右折し、国道134号を通り、南古入り口を右折して、浜見平ダ団地まで運行される路線。運行本数は、かや33は、 平日の日中毎時3本の運行、20分ごとで朝夕本数が増える。かや37は毎時1本程度の運行。エボシ号を参照。かんな中でも極めて特徴的な車両構成を持つ。湘南東部地域の茅ヶ崎、藤沢、綾瀬、大和の4営業所は、伊須津自動車藤沢工場を取り囲むような路線網となることから、 神奈川三菱不走自動車販売を参加に収めた後も政策的配慮により鈴社の投入が続けられていた。中でも茅ヶ崎は1985年頃まで鈴車集中ハイビックであった関係から現場で三菱車を歓迎しない空気が強かった。中型車の配置もあるがこちらも申請配置されたのは鈴車のみで三菱車は転入車のみが在籍していた。 このように一貫して、イ須津社が主導権を取り続け、三菱社が過半数を超えていない区は茅ヶ崎しか存在しなかった。さらに、必ずしも取引数が多いとは言えない。イ須津社の中でも数の限られる富士重工業製、社大社は1983年頃より優先的に茅ヶ崎に配属され、 転属も富士重工車体車に限定して受け入れて、いたとからイスズ純正車が存在しなかったが、富士重工のバス車体仮想事業撤退後は、エルガが投入されるようになる。これは、モノコック車体時代のイスズ CEK 以来、約20年ぶりの純正車の投入であった。ただし、その後キュービック純正車のうち数台が大営業所から転属して配置された時期があった。 2010年代に入り老朽化したい鈴車を置き換えるために三菱車の導入が進められ大型路線車については三菱車が最大勢力となった。またこの頃から茅ヶ崎市の補助金によりノンステップバスの導入も行われるようになった。なお、ド・トラックス・旧日産ディーゼル工業製の車両が配置されたことはないが2016年1月、同年2月、 同年3月にスペースランナー RA の OEM、供給車である三菱不装、エアロスター S、西日本車体工業ボディが、横浜営業所から転入した。後に1台が貸し切り登録されている。さらに2017年度後半になり、イスズエルガノンステップバスが配備された。当営業所へのイスズ大型車の申請配置は10年ぶりとなる。中型車については、 いすずエルガミオが導入され、現在は、いすず社のみの在籍となっている。一方、茅ヶ崎市の移行により、コミュニティバスに採用された、日野、ポンチョやオムニノーバマルチライダー、また以前は、藤沢総社場や綾瀬営業所からの改装ルートの、関係上、連接構造車が、出入不能とのことから、ネオプランセントロライナー連接バスも、本区の所属となっていたなど、 特殊路線車両に異色のものが配備されるのも大きな特徴である。なお、高速車、観光車の配属はない。口述の通り、自転車積載ラックバスの運行の関係で、当該の三菱負荘、エアロスターはナンバープレートが正面から見て、バンパーの中央部ではなく左側、運転席側に設置されている。自転車を積載した際には、そのナンバープレートが 自転車に隠れて見えなくならないよう、上部に上がる仕組みになっており、また、正面の車番はさらに低い位置に表記されている。2009年3月26日より、辻2.1213、かや09にて、自転車積載ラックバスのサービスを開始した。バス1台につき、自転車は2台まで積載可能。バスの前面に自転車積載ラックを設置したバスは、 アメリカやカナダでは普通に見られるが、日本では初導入となる。8月31日までは実証実験期間とし、9月1日以降、公表につき本格運行に移行した。車両は計6台が所属。5月31日までは無料。6月1日以降は有料となり、自転車1台100円、大人、小児、距離、時間帯に関係なく均一。 自転車積載料金も現金のほか、バスカードパスも追加で支払いができる支払いは前払い5払いとも乗車運賃と同時に行うバス1台につき自転車2台まで積載可能自転車ラックの使用可能時間帯や詳細については公式サイト内の案内を参照2015年11月15日をもって 茅ヶ崎での自転車ラックバスの運行は終了し、車両は同じく、ラックバスが運行されている厚木営業所へ転属した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。